今回はですね、14クレ非常に多い大ボリュームでございます。硬いのは1枚ある、どっかに確かあったんですけど、何クレ目か忘れちゃったから急に出てきます。さて、まあそうですね、まあ、前回は、まあ、同じ犬飼選手、J、追加の J の犬飼選手、清水のねが10クレ中に2枚も出てくると、そんなことあんのっていう話なんですけど、そんなことあるんですね。驚いちゃった。そんな経験あります？皆さん、だって J のカードってまあまあ出てこないじゃないですか。なかなか排出率渋いじゃないですか。それが10クレの間に2枚 J が来るだけでもすごいのに、まず3枚来てるし、そのうちの2枚同じカードってやばない？どういうことなの？謎だよね。謎でしか ないけど。ガメ色、はい、ガメ色もね、いい選手ですよ。代表でもあれだし、あれこれか、これこれのこれからオーラ感じる。オーバメヤンベストユニットかな、ベストユニットか、違うなるほど、オバメヤン、最近ドルトムントが不調ですね。立ち上がりというかシーズン開幕してね、ずっとめちゃくちゃ調子良かったのに、急に調子悪くなっちゃって、今何位、5位6位損害でしょ。でバイエルンミュンヘンが1位で、シャルケが2位だっけ、ちょっと間違ってたらごめんなさい。シュトゥットガルトにも負けちゃったよね、確かドルトムント。この間ね、今この動画が上がってる頃はさらに新しいあれがね、試合が多分行われてるとは思うんですけど、ちょっと悲しいですよね。ドルトムントにね、優勝してほしいなって気するんだけどな。マルコ・ログ、オバメヤンか。ファッション、まあなんか最近は白のヤンカーが強いっていう噂になってますね。15、16で散々俺はヤンカー使ってたのに、遅いんだってワンシーズンマジで。15、16で散々使ったよヤンカー。カジホン、強そう。てか絶対強いじゃんこれ、絶対強くない？13クレ目、今回待って、 J リーグもうなんで？また青赤うるせえって言われちゃうけど、しょうがない、欲しいんだから。だって自分の好きなチームのカードはコマン、まあ本当に、まあいいけどさ、蹴り続けるからいいんだけど、コマンもね、96年生まれってもう10個下ですからね、10個下、21歳ですよまだ。どういうこと？追加はこの5枚、うん、そして出ましたお堅いカードはラージコンパス、オバメアン。はい、育成頑張りますさよなら